本当にもうリアルなものになります。手というのはね、やはり遺族にとってもこう思い出の手、この手で自分たちを育ててくれたとか、この石膏でやってますね。まずお顔に石を作ります。シリコンが取れやすいようにするためにまずこれを塗ったり、世の中の役に立つようなことをやりたいなっていう気持ちもちょっとあったんで、権藤敏夫、工房スカラベをやっております。亡くなられた方の遺族の方から連絡をいただいて、まあ、主にご自宅に伺って顔から型を取らせていただく、中には手形まで、取ってくださいっていう方も多いので、型をここに持って帰って、で石膏を張り込んで、で後日お渡しするという流れでやっております。ここは私の自宅兼、まあ、仕事場という形で、今まで型を取らせていただいたものの、まあ、半分ぐらいなんですけども、ここで石膏を流し込んだりマスクに色をつけたりをしている場所ですね。これはライフマスクですね。生きてる方、まあ、私の知り合いからモデルになってっていうことでお願いして撮らせてもらいました。形を整えて色をつけたものがこちらになります。でこれは石膏に着色をしているということで、内側見ていただくと石膏が分かりますね。男性の場合は比較的このブロンズというか、そういう色にすることが多くて、女性の場合はちょっと明るい感じのこういうピンクにっていうご要望をいただいている、まあ、もちろん色をつけないっていうものもあるんですけどもね。この手というのはね、やはり遺族にとってもこう思い出の手、この手で自分たちを育ててくれたとか、この手で料理を作ってくれたんだなとかっていう思い出にもつながりますので、手形があってよかったなっていう方は多いですね。比較的割合から言うとご高齢で亡くなられた方が多いですね。まあ、中には若くして亡くなられた方もいらっしゃいます。基本的にはエジプトで考えられて、死者のその副葬品的な部分もあったとは思うんですけども、古代ローマとかに移ったりして、時の政権の人たちが亡くなった時に残しておいて肖像画を描くための材料にしたと。日本には明治時代になって、そのラグーザっていうイタリアの彫刻家が日本に来た時にその技法を伝えてくれたんですね。でその技法で、小林多喜二とか、夏目漱石とか森鴎外とか、そういった人たちのが残っているんじゃないかなと思いますね。著名な方とか企業 その創業者とか、そういった方は取られているのではないかとは思うんですが、それをその専門にやってる人っていうのがいないような気がするんですね。創業者とか著名な方とかではなくて、私としては一般の方、大切な方を亡くされた時に残しておきたいなというふうに思った時に、それを取れるっていうような、そういう存在でやってみたいなっていうのがありましたので、大切な方を亡くされた方の心の痛み、そういったものにこう寄り添うものになれればいいなというふうなことがありますね。これをやっているのは今のところ私しかいないみたいなので、それだけ需要がないってことかなと思うんですよね。まあ、今後この仕事が残るかどうかっていうのは、ある程度仕事が来てくれて若い人を育成していくっていうのが私の使命なのかなというふうに今考えています。まずはスマホで調べていただいて、デスマスクとか
というのを見ていただければ、まあ、工房スカラベという形で私どもが出てきますので、そこにその内容があります。でお問い合わせフォームというのもありますのでね、電話で直接お話しするということもできますので、不安のないような状態で、お伺いするという形を作っていければいいのかなとは思います。この石膏でやってますね。流れ的に申し上げると、そのお宅にお伺いして十分にお話をしてご理解を納得いただけた上で始めるんですけども、まずお顔に席を作ります。ここからここまでをお取りしますっていう形で席を作ってシリコンをかけます。まあ、1層目を塗って1時間ぐらい放っておけば、まあ、じわじわとこう硬化してくると。シリコンだけですと破れやすくなりますので、そこにガーゼを入れて補強を してですね、で最後にこの石膏で、まあ、鞘型っていうんですけども、シリコンでそれに石膏をかけて鞘型というものを作ります。でこれによって顔の形がピタッとこう決まってくると。でこれを固まってからお顔から外して、でこれを持ち帰ってこの場に置いて石膏を流し込む。シリコンっていうのは非常にこう正確に型が取れて、こういう毛穴ですとかシワとかこういったものも全部取れるようになります。ですから本当にもうリアルなものになります。立体造形みたいなものもあると思うんですけども、それだと大まかにはできるんですけども、シワとか毛穴までは取れないんじゃないかなと思いますね。まあ、どこまでそれが進化するのかっていうのは分からないですけども、だから本当にこうロートル的な技法でやることによって、こういう細かいところまでが忠実に再現できるようになります。シリコンということで時間がかかるというのがデメリットかもしれませんけども、まあ、皆さん手形もご依頼いただいた場合は、だいたい 4,5 時間その場でお時間をいただいて型を取らせていただいております。これはお顔に塗らせていただいて、シリコンが取れやすいようにするためにまずこれを塗ったり、手の型を取る前にこれを塗ったりして離型剤といいますか、剥がれやすいように、これは粘土油土というのを使うんですけども、丸めて四角くして、でこれで伸ばすんですね。それでこう薄い帯状にするんですけども、それをお顔の周りに席を作るのにその湯道でやったりしますので、捨てるんではなくて回収して、で不純物を取り除いて、でこれで叩いてそういう帯をまた作るというための道具です。ちなみにテーブルの足です。こういったものはまあ、いろんなことに使うんですけども、これはブロンズにした場合ですね、磨くというのに使ったりもします。刃物とかもありますけども、石膏をですね、いらないところを切ったりとか、そういったことに使います。まあ、ハケとかピンセットとかいろんなものを使ってやっています。これは私木彫が結構好きでこういうものを作ってたりもするんですけども、そのための材料ですね、まあ、いつ掘るか全く見当はついてないんですけども、これも木彫で昔作ったものです。そうですね、やっぱり親が亡くなったっていうのがあって、で、まあ、年齢的にもこう世の中の役に立つようなことをやりたいなっていう気持ちもちょっとあったんで、まあ、自分は彫刻やってたんだから石膏とかシリコンとかそういったものを扱うことは慣れてるので、それでっていう思ったんですね。でその彫刻の学校に行ってた時に先生が誰かのデスマスクを取ってきたっていうことで、それを見せてもらったことがちょっと脳裏に残ってて、で、あ、これだっていうふうにちょっとひらめいたんですよね。だけど手順を考えてみるとどうやってやるんだろうっていうのがいくつもあったので、でいろいろ調べたけども、やっぱネットでは載ってこなくて、で自分で工夫しながらやっ
ってきたっていう感じですかね。知り合いを頼ってそのホームページまで作ってもらって、でどれくらいだろう、何ヶ月かして最初の依頼というか問い合わせがあったので、自分の中でこう何度かこう手順を繰り返しながらやってみたんですね。でどうにかそのお客様に対してはうまく型を取ることができたんですよ。で、ああよかったなと、やれやれっていう形で、本当にああいう経験をやらせていただいたっていうのがあったんで今があるのかなっていう気がしますよね。その方は50代の女性で、80代のお母様が亡くなられたので、何かを残しておきたいとかっていう、それで考えていたらデスマスクっていうのが当たったんで、それで電話させてもらったんですっておっしゃってたんですね。まあほとんどの方がドライアイスを当ててるんですね。でそれを交換する時間が何時だからっていうことで、まあ、それを教えておいていただいて、その、まあ、だいたい24時間持つんですけども、まあ、その後にやらせていただくとかっていうことが多いみたいで、お通夜の時間が決まってるとか、あるいはお通夜がなくてまっすぐダイレクトに火葬場に行かれるとかっていう件数も増えてますので、ですからもうかなり時間に追われているということもありますね。まあ、たまたま私も葬儀社に6年ほど勤めておりまして、多くのご遺体を拝見してって、移動したりとかですね、いろんなお手伝いをさせていただいたので、まあご遺体を見て驚くとかっていうことはほとんどないですね。ただ皆さん本当にこう安らかなお顔をされているので、なんとかその忠実に型を取らせていただきたいというのが私の使命だと思ってますので、やはり8歳のお子さんがね、少年が、亡くなられて型を取らせていただいたというのがあって、でそれは本当に痛々しかったというかね、お父さんお母さんのその気持ちを考えるとですね、あるいはそのお子さんのこれから生きてね、楽しい思いもいっぱいしただろうにってこう思うとね、やっぱりこう胸が詰まったりっていうのはありますし、でもやっぱり残してあげたいんだっていう親御さんの気持ちを考えるとね、ちゃんと正確に型取りをさせていただきたいなというふうなことを感じましたね。ブロンズにしてお渡ししたんですけども、その時にちょっとお会いしたりして、やってよかったなというふうに思っていただきましたね、はい、後継者になりたいっていうような人たちが手を挙げやすいような環境をどうやって私が作れるかっていうことにもなるんですけども、時代の変化とともにですね、その働き方も変わってきているので、働きながらちょっとこっちに一歩踏み出してみようかっていうような人もいるかもしれませんので、デスマスクって何っていう形で感じていただければいいなとは思うんですけども、遺族の方が、デスマスクもあるんだよねっていう選択肢をとしてこう置いておいていただきたい。で今回はデスマスクはやめようとか、今回は取ろうとか、そういう選択肢までこう上るという、まあ、そこまでこう知名度があればね、いいなというふうに思いますし、大事な人を亡くした人たちの心をどうやってケアしていくかっていう部分の問題も出てくると思うので、そこの部分でデスマスクっていうのはお役に立てるのかなというふうに思いますしね。今私たちはこのデスマスクとは呼ばずにラストフェイスっていう呼び方で登録商標まで取ってるんですけども、最後のお顔っていう意味もあるんですけども、ラストというのは、まあ、受け継いでいくっていうような意味合いもあるらしくて、こういう人がいたんだよっていうことで受け継いでいくっていう形ですよね。日本にもこういう文化があるんだということで、まあ、文化にこうなっていけばね、いいのかなというふうに